東京消防庁によりますと、今月初めの1週間に都内で熱中症で救急搬送された人は51人でした。去年の同時期は8人で6倍以上に増えています。これは都内の今月上旬の気温が去年に比べると2度近く高くなっていることなどが原因とみられています。今後梅雨が明けると気温が上昇し、さらに熱中症の患者が増えることが予想されます。東京消防庁はこまめに水分を取るほか、外出時には帽子をかぶるよう注意を呼びかけています。